い、どうもこんばんは。 MNK サウンドのモンキーと口角炎になりました副代表シェリーでーす、はい、今ね副大統領ですやばっさっきまでねちょっとゲームやってたんですけど、ちょっとね疲れが出てきたんでモンスターとか飲んでたんですけど、うん、またエナドリかここにありましてね、グラス超絶いい顔エナドリ何回やんだよって言ったけど、だって夏って出るもんね、エナドリ。結構知らん。今年はそのちょっと前にやったんですけど、金牛、はい、サマーエディション、やっぱもう一つ王道があるんじゃねえかということで、ほう、いやこいつじゃねえですよ、うん、もういろんなところで売ってるんですけどね、モンスターウルトラパラダイスパラダイス一人だけな今回はなんか噂に言うとキウイ味、うん、らしいね、うん、キウイフルーツ味ね。そうカンバーの方じゃなくてそれキュウリそれペプシの方だね、あったのっていうわけでモンスターにも今年の夏新味が出ました。はい、早速ですねやっちゃいましょう。これ発売が6月30日だったんですけど、29日になぜかイオンに大量に売られていて並べんのが次の日面倒くさかったのかな買ってしまえと、ということで早めにあったんですけど、今7月1日で、昨日発売になったということなんで開けてみたいと思います。はい、色は気になるよね。あ、ちなみにこれ0キロカロリーなんですよ。お、今回初の0キロじゃなかったっけ。じゃない、アブソリュートリーゼロっていうのが青いやつで、あれってノンシュガーなだけじゃないの。あれはカロリーもゼロだったはず。本当に、うん、私てっきりなんかモンエナ初の0カロリーってどっかで見た記憶があった。あ、じゃあ嘘ついたかも。うん、調べてください。はい、下に出しておきます。はい。ということで開けてみましょう。はい。開かないんですね。今日住民税の書類ないからさ。下にある。あんのか。じゃあ開けられるよ。はい、はい。まずはキウイの匂いちょっとするね。ほう。さあ、のーちゃんが何色に。あ、でも綺麗な色だね。爽やかです。薄いファンタメロンみたいな。すごい綺麗よ、ね、うん、鮮やかな緑茶っぽい色だね。ね、緑茶の炭酸割りって考えたらめちゃくちゃまずそうだけどねあ、でも本当だ、キウイっぽいよね。キウイフルーツの匂いだめちゃくちゃキウイの匂いする。キウイプラス若干のメンコちゃんゼリーみたいな。わかんないんだよね。メンコちゃんゼリー。メンコちゃんゼリーわかんないのか。まあ、ほとんどしてわかんないのかな。メンコちゃんゼリーはちょっとわかんないですね。ウルトラパラダイスいただきまーす。甘っ。これ本当に0キロカロリーかな。まあ、クエン酸入ってるからだけど、酸味がちょっとあるぐらい。そうだね。いろんなエナドリの酸味で比べると、うん、そこまで強くはない。強くないね。どっちかというと甘みが強い。うん。ただ、その、甘っていうほどではないかも。そうで、なんかね、香りキウイフルーツなんだけど、うん、後味が完全に南国のフルーツの味がするんだよね。キウイじゃなくて、なんか別なもの混ざってる感じがする。メンコちゃんゼリーだね。画像出しといてください。ね、メンコちゃんゼリーのイチゴの味すんだよ。知らないよ、メンコちゃんゼリーなんだろうな、私でもこの後味知ってんだよな。あれだ、メンコちゃんゼリーねるねるねるねの現役ああ、結果ね、大体めんこちゃんゼリーと同じレベルの話になってきて、科学的な味。そう正直、まあ海外のモンスターとかいろいろ飲んできたんですけど、うん、ケミカル的な味とか、うわ酸っぱっていうのは今までに比べたらそんなにガツンとしたインパクトはないじゃないんですけど、うん、ただゼロキロカロリーもの特有のなんか後に残る甘さはあるね。ああ、酸味というか甘さというか、スクラロースとかあっちの方かな、うん、甘酸っぱい感じのあれは残りますな、うん。まあ、今回出たウルトラパラダイス、実はウルトラシリーズっていうのがそのモンスターの中にありまして、お、会員ですね。まあ、今回のウルトラパラダイス、まあ、これはウルトラシリーズではないんですよ、うん、これってさ、うん、缶のデザインは違うの。やっぱり若干違います。あ、本当だ、うん、こっちがなんか湖みたいなやつだね。湖とか、原住民が住んでそうな感じだね。こっち沖縄っぽい感じだね。で、ここのメッセージも全部違うんですよ。へー、メッセージってどこ？ここか。へー。で、いろいろ
海外の飲んできた時に、うん、まだ出てないウルトラシリーズってありまして、缶はあるんですけど、グアムで買ったやつだっけ。そう、ウルトラレッドとウルトラサンライズっていう。へー、ペイズリー柄っぽいね。そうそうそう、うん、ウルトラレッドはグレナレン系だったかな、スモモだったかな。ウルトラサンライズは本当にあのオレンジジュース的な、うん、まだこう日本に売ってないウルトラシリーズいっぱいあるんですよ、うん、ウルトラバイオレットもあるし、ウルトラブルー、ブー、紫外線じゃんなるほどそういうのもね、これから出るんじゃないかな。パイプラインパンチも確か海外で出てたはずだ、ね、最初。あの米軍基地とか行くとあれでしょ、売ってるんでしょ。そうそうそう、モンスターシリーズですごい好きなシリーズがあって、うん、のリハーブシリーズっていうのがあるんですけど、うん、シックだよね、デザインが。そうそう、ちょっとね、モンスターリハーブって書いてあるんですけど、これがなんかの紅茶味、なんかの紅茶味、ローズヒップみたいな、ロジョティーって書いてある。本当だ、ロジョティープラスエナジーって書いてあるね。で、これが、ティーとレモネードとエナジー。これすっごい美味しいんですよ。うーん、確か炭酸入ってないんです。ここにさ、シェイクジェントリーって書いてある。うーん、だからあの振ってお飲みくださいって。本当だ、日本でね売ってるモンスターは、はい、唯一触れたモンスターコーヒーはもう売ってないので、うん、これ振ったら出てくるもんね、プシってこれさ、プルタブの色も微妙にこれ黒じゃないよね、多分すんごい深いグリーンって感じじゃない。そうだね、深みより、ね、モンスターって結構プルタブのデザインがおしゃれなのでついつい気になって見ちゃうんですけど、結構ねデザイン的には、うん、あの他のレッドブルーとか、あの違う、E3 もちょっとかっこいいんだけど、うん、ただあのいろいろ凝ってるのはモンスターなのかな、うん、ね、モンスター好きな人は、まあ、デザインだったり、まあ、味もね多種多様あります、うん、レッドブルーが好きな人はこれは多いっていう人が多い。ああ、そうだよ、あのサイズだもんねそう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 、大体こう飲み屋とか行っても出てくるエナジードリンクってレッドブルーだもんね。レッドブルーだね、うん、モンスターって味がありすぎて、うん、あの合わせにくいね。そう、合わせにくいとは思うモンスターはモンスターで飲んでくれっていう趣旨なのかもしれんけどね。ということで、まあ、世の中、いろんな世界のモンスターから、まあ、今回は夏としてウルトラパラダイス。なんか半年に1回とか1年に1回ぐらい新しいの出てるんでね、すごいよね、うん、まあ、うちでも紹介していこうかなと思います。おい、はい、エナドリ系チャンネルですね音楽やれよ音楽作んなきゃいけないんだよなこの辺もおいおいで、はい、というわけで、まあ、概要欄の方には、今回のウルトラパラダイス、あの公式の方でもちょっと盛り上がってる感じなので、うん、こちらのホームページも概要欄の方に載せておきます。あと、あの下にマークついてますけども、 Twitter、Instagram、Pixiv なんかもありますので、フォローとか閲覧とかしていただければと思います。はい、あと、パソコン使ってる方は、エンディングの方で、最新動画再生リストのリンクや、チャンネルのロゴから、チャンネル登録できますので、ぜひともよろしくお願いいたします。私の顔と同じよ、なんでもないです俺アメリカのモンスターよりでけえからね、俺の顔の方も今卑弥呼様みたいな人のネタではい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。俺は好きだな。私はいいです。あなた今のところ E3 ぐらいしか飲めるの？これと E3 ぐらい、あとレッドブルの白。ああ、少ねえな。やっぱめんこちゃんゼリーだなこれ